昨日までは将棋の王将戦が繰り広げられました尼崎の地。舞台は水面上へと変わりまして、今日はシリーズの王将位を決する、そんな戦いということになります。第15回報知ローズカップ争奪戦、優勝戦第12レースを迎えます。対戦メンバーは1号艇前本康和、2号艇金田聡、3号艇渡辺悟、4号艇北村誠二、5号艇高浜義久、6号艇宮武英二です。ピット離れ、力強かったのは2号艇の金田。しかしこれを1号艇の前本がしっくりと制して、なんとかインコースを抑えていきます。今シリーズパワーの飛車角2強形成の2人が1コースと2コース人気を集めております。ナウテの V ハンターに57号機、まさに鬼に金棒のインシフトとなりますのは1号艇の前本、その外2コースに構えたのは2号艇の金田聡。100日の長い休み明けからパワー全開はエース11号機を操るこの2号艇金田。そして悲願のデビュー初 V へ究極の一手を模索します。3号艇渡辺が今狂って先を前に向けて3コースの位置、4コース角位置を取ったのは4号艇の北村誠司、この外に5号艇が構えて高浜義久、6コースからは6号艇2走目以降怒涛の反撃が続いている宮武英二。スロー3艇ダッシュ3艇と分かれて内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。トップスタートを決めたのはインコースからか1号艇の前本、一周1マーク2コースから伸ばしてくるのは2号艇の金田ですが、先に回った1号艇2号艇刺したまくっていくのが3号艇渡辺、刺してきた4号艇の北村でバックセッチ入りましたが、先頭は1号艇陰線堂々押し切って前本康和です。2番手4号艇の北村に外からは2号艇の金田、4番手以降3号艇6号艇5号艇が続きます。スタートは正常でした。2マーク先頭1号艇前本、2番手追走は4号艇の北村が候補、アクシデントは2号艇上位体系1番4番3番です。お知らせいたします。2号艇の金田聡が1周2マークにおきまして失格となっています。転覆のため2号艇金田が失格です。5艇残りまして、先頭には1号艇の前本、2番手追走は4号艇北村、3番手に3号艇渡辺で、上位3艇は143、4番手に6号艇宮武、5番手からは5号艇の高浜となっています。2周2マーク、15艇レスキューの外を回りまして、上位体系は1番、4番、3番で最終周回に入ります。2号艇の金田、人気の一角がアクシデント失格となりました。この第12レースでありますが、先頭は1号艇の前本康和、インコースをきっちり捉えて1マーク押し切りました。トップスタートから押し切ったのが1号艇の前本康和、今年は初、通算では97回目、尼崎では3回目の優勝ゴールとなりそう1号艇の前本、2番手追走は4号艇北村、3番手に3号艇渡辺、上位3艇は1番4番3番の体系です。最終マークの旋回からホーム設置、まだレスキュー残っておりまして、上位体系1番4番3番です。第12レース、先頭1番の前本優勝の五輪、2着4番北村五輪、3着は3番です渡辺五輪、6番宮武五輪、